競馬 V の予想チャンネルでございますきっちり見ていってくださいねはいどうも俺です競馬 V でございます皆さん頑張ってスワンステイクス当てましょうよいや当てないといけないでしょうここははい、阪神の 1400m 芝でございますやっぱこのね阪神の短距離僕は好きですやっぱり好きです はい、もうここはもう簡単にもうプリプリっとこの馬いいよっていうのをことだけいきましょうやっぱこの、えー、距離そして阪神であれば僕はこのダノンファンタジー、えー、もう一度巻き返しお願いしたいなと思ってます阪神カップもねあれ強かったんで去年の12月かそうやねこれめちゃくちゃ強かったんでまだそのイメージが残っております阪神強いんちゃうのと思っておりますんでダノンファンタジーを行くのとそしてやっぱり 信じたいクリのガウディくりくりのガウディくりくりちゃんで、ね、い行こうと思ってますクリのガウディそしてあと1頭どうしようかと俺は思っておったんですけどルークズネクストで行こうかなと思ってますはーいルークズネクストまあまあこの馬もね僕はモーリス・サンクということもあって好きなんですけどもここは頑張ってほしいという一言で、えー、ルークズネクストルークズネスト 頑張っっててしいなと思ってますはいですね簡単ではございますけど栗のガウディそしてダノンファンタジーそして、えー、ルークズネストのこの3頭生まれんワイドだけにしときますはいまた調子乗ってねぶわっと勝てたらまたえらい目を生んでここは軽めに、えー、当てに行こうかなと思ってます軽めに <laughs> わかんないけどまあ、当たってくれたらありがたいなと思ってるぐらいですはいですんで えー、阪神11です、スワンステークスの方国クリノガウディちゃん、そして、えー、ダナンファンタジーちゃん、そしてルークズネクストネストちゃんでいっちゃおうと思っております。はいもしよかったらチャンネル登録、コメント、高評価の方よろしくお願いします。また説明欄の方に、えー、競馬予想無料情報サイトの方貼っておりますんで、そちらもご覧ください。ということで、またお会いしましょう。ケ 皆さん、ちょっとだけお時間ください。このホスクエ。はい。これ見てください。可愛らしい。ドット絵でございます。まあ、お金儲けを始めるで、あと十何秒とか書いてますけど、簡単登録してね、お金を稼げるとか言うてますけども、ただ、すごくいい情報、えー、無料でもらえますので、まあ、お金も、あの、お金儲け絶対とは言い切れないんですけども、まあ、かなりいい予想をしてるんで、すごく、えー、参考、 にはなるサイトになっておりますのでもしよかったらこのねホスクエ、えー、利用してもらって無料、えー、無料情報だけでも一度使ってみたらどうかなと思ってます、えー、ホスクエ、えー、もしよかったら、えー、無料登録の方押してください概要欄の方に貼っておきますのでよろしくお願いしますもしよかったらね 説明欄の方に、えー、無料競馬サイトの方を貼っておりますので一度、えー、無料登録だけでもどうかなと思っておりますそして「オールマイティ」というゲームチャンネルもやっておりますのでゲーム好きな方見に来てくださいせっかくだからよツイッターとブログも見ていってくれよなマジでよろしくなふー